さて続いて第5部です。行きましょう。行くわよ、離れないようにね。2001年のイタリア、リオの息子でありながらジョースターの血統を受け継ぐジョルノ・ジョバーナ。複雑な家庭環境は幼い頃の彼をいじけた少年にしてしまっていた。しかしあるギャングとの出会いによって彼は人を信じるということを学び取る。政治家が汚職をやり、警官が弱者を守らないジョルノの住むような環境ではジョルノの気持ちを止めることはできない。彼の中に生きるための目的が見えたのだ。こうしてジョルノ・ジョバーナはセリエ A のスター選手に憧れるよりもギャングスターに憧れるようになったのだ。なったのだ。というわけでね、ちょっとルービーの方飲みますわ。じゃあ行きましょう。ブチャラティが来る。ある日、チョルノは涙目のルカという名のギャングに因縁をつけられる。彼は最近発言したばかりのスタンド、ゴールドエクスペリエンスの能力でルカを返り討ちにした。だがそれを不審に思った別のギャング、ブローノ・ブチャラティが現れ、ジョルノへ拷問を仕掛けてきた。ジョルノは身を守るためスタンドで相手を攻撃するのだった。これは嘘をついている味だぜ、ってなわけです。あなた、覚悟してきてる人、ですよね。人を始末しようとするってことは、逆に始末されるかもしれないという危険を常に覚悟してきている人ってわけですよ。こいつ、俺はやる気だ、マジだ。こいつにはやると言ったらやる、凄みがある。僕はあんたのボスを倒してこの街を乗っ取るつもりでいる。安定のグレード A。 裏切り。ジョルノはブチャラティへのとどめを一撃、とどめの一撃を放たなかった。戦いの中で彼は相手の背負っているものを見抜いたのだ。ブチャラティの所属するギャング組織パッショーネはかつて禁じ手にしていたしのぎに手を出し始めており、ブチャラティを悩ませていた。まあいけないお薬ですね。ボスを倒し組織の乗っ取りを宣言するジョルノ。その気高い魂と黄金の夢に魅せられたブチャラティはジョルノに協力することを約束する。その後入団試験に合格したジョルノはブチャラティのチームに加わり、ボスの娘トリッシュの護衛任務に就いた。組織の裏切り者たちからの攻撃からジョルノはトリッシュを守り切った。もう守り切ってしまいましたね。そしてついにブチャラティはボスの元へ彼女を連れて行くことに成功したのだった。しかしボスの真の狙いは己の弱点になり、トリッシュを自らの手で確実に始末することにあった。すごい話ですよね。はい、自分が殺すために連れてこいと守らせてたわけです。その非道さにブチャラティは激怒し、ボスに対して反旗を翻すことを決意するのだった。というわけで、邪悪とは何も知らぬ無知なる者を利用することだ。自分の利益だけのために利用することだ。この曲好き。そのまま帰った方がブローのブチャラティ、向かってくればお前は死ぬことになる。赤い月。許さねえ、あんたは今再び俺の心を裏切った。というわけでね、安定の絵です。ブチャラティさん燃えてます。行きましょう。矢のパワーの先。もう最終話ですけども、まあまあまあ、はい、あ、でも最終話なんですけど、もしかしたらね、もしかしたらねというか、もう一個おまけがありますんでね。はい、ボスとパッショーネに反逆したブチャラティチームはボスの正体を探るためサルディニア島に向かった。ボスはブチャラティたちの行動を察知しており、ムーディーブルースのスタンド使いレオーネ・アバッキオを葬り去った。しかしブチャラティたちはアバッキオが残した手がかりをもとにボス・ディアブロの謎を知る。ポルナレフとの接触に成功する。ディアブロを倒すにはポルナレフが所有する矢を使い、
ボスのスタンドキングクリムゾンを超える能力を身につけるしかない。ポルナレフの指示によりジョルノたちはローマのコロッセオを訪れる。だがディアボロの追撃は熾烈を極め、仲間たちは次々と倒されていく。その時ブチャラティの命を懸けた行動が逆転の糸口となり、ジョルノが矢を手に入れるのだった。あんたは果たして滅びずにいられるのかな、ボス。お前には死んだことを後悔する時間をも与えん。終わりのないのが終わり、それがゴールドエクスペリエンスレクイエム。はい、というわけでね、ゴールドエクスペリエンスは矢のパワーの先に行き、レクイエムへと進化した。その前に立つ者はどんな能力を持とうと、実際に起こる真実に到達することは決してない。レクイエムの攻撃を受けたディアボロはどこへも向かうことはない。死ぬという真実にさえ到達することは決して無限に。俺は何回死ぬんだ、次どこから いつ襲ってくるんだ。俺はのそばに近寄るな。漫画での描写がすごい良かったですね。あの帝王ディアブロのこの落ちていく様というかね。ディアボロは永遠に死に続けるだろう。戦いは終わった。去ってしまった者たちから受け継いだものはさらに先に進めなくてはならない。この矢は破壊しない。矢を受け継いだジョルノはギャングスターとなり、パッショーネのボスに就任するのだった。この若さでね、ボスですからね、すごい。第5部完なんですけども、コングラチュレーションズなんですけれども、一人足りないじゃないですか。いや、一人足りないっていうか、アバキオもね、まあここには描かれていないけれども。恥知らずのパープルヘイズ。はい、というわけでね、ファンナコッタ・フーゴ、ブチャラティチームの元メンバー、ちなみに僕が一番好きなキャラクターですね、ブチャラティチームの中で。ジョルノたちがディアボロを倒して組織の奪取に成功した後、彼は周りから裏切り者と蔑まれ、恥知らずと罵られる日々を送っていた。ある時フーゴは反逆者たちのチームとの戦いを命じられる。その任務を果たした後、フーゴはパッショーネのボスジョルノ・ジョバーナからの呼び出しを受ける。ジョルノは今回の任務の鍵はフーゴが握っていたと説明する。フーゴが自分のスタンドパープルヘイズを完全に使いこなせるようになること、それこそが本当の任務だったのだ。まあ簡単に言いますけどね、もう一歩間違えて死ぬっていう話ですが、スタンドをコントロールできるようになった証として、フーゴはジョルノを相手に神聖パープルヘイズを披露することになった。大切なのは君が自分のウイルスへの嫌悪と恐怖を克服できたかだよ。わかりました。手加減すればするほど確実に相手を倒す。これがパープルヘイズの新しい能力。いや、ランク A なんですけど結構ギリギリでしたね。というわけでね、コントロール、スタンドのコントロールもできるようになったフーゴ。というわけでフーゴはパープルヘイズを完全にコントロールできていることを証明してみせた。ジョルノはうなずき、彼に手を差し伸べる。もう一度組織に戻って働いてくれないかと優しく話しながら、自分にとっての勇気が何なのか知ること、それを一生かかって探っていくのが全ての人に課せられた宿命だ。それは扉のようなもので、自分で開けない限り決して道とは気づけない。フーゴは今
自分がその扉の前まで来ていることを悟った。どうしてここにいるのか。ブチャラティではなくて僕なのだろう。どうしてあなたに忠誠を誓うのが彼ではなく僕なのだろう。そんな悲しいことを言わないでくれ。君が一歩を踏み出せないというのなら僕の方から半歩だけ近づこう。全ては君の決断にかかっているが、それでも悲しみが君の足を重くするのならば僕もそれを共に背負っていこう。彼は転びそうになりながら前に出るとジョルノの手にしがみつく。そしてひざまずき永遠の忠誠を誓うのだった。僕に命がある限りその存在は全てあなたの夢のためにあります。身も心も魂も何もかもを捧げることをお許しください。それが我が希望であり、それが我が未来です。僕はあなたのものです。我らがジョジョ。うん、